こんにちは、宮沢優です。学級満足度毎年9割超えの学級経営術を1日1本 YouTube で配信しております。今日のテーマは、子供に舐められる教師の言い方5選、こんなテーマでねやっていきたいと思います。ベテランの先生とかね、若手の先生いろいろいますけれども、同じこと言ってるのにある先生は学級がまとまっていく、同じこと言ってるんだけどある先生は学級がまとまっていかない、むしろ子供に舐められたりするってね、そんなことあったりすると思います。で、落ち込んじゃったりしてね、悲しんだりするっていう先生多いと思うんだけれども、これもったいないなと思うんですよね。その先生の心の中にある思いやりとか優しさとか仕事への情熱があるにもかかわらず、ちょっとのこのボタンの掛け違いで、子供たちから舐められちゃうとかね、悲しい思いしてしまうっていうことはすごく悲しいので、なんとかそういう現状を改善したいなっていうふうに思ってますので、今日この動画をね、撮ろうと思いました。今日のこの動画最後までご視聴いただければですね、子供たちから舐められるとかバカにされるとか、ちょっと下に見られるとか、そういった状況が改善するきっかけが手に入り、子供たちと信頼関係がね、作っていくきっかけが手に入ると思いますので、よければね、最後までご視聴ください。よろしくお願いします。さあ、早速ね、本題の方行きたいと思いますけれども、子供に舐められる言い方ね、5つ今日は紹介していきたいと思います。こちらにね、ずらーっと準備してみました。1つ目、おどおど型のね、言い方、言いくるめられちゃう型、単発型、マシンガン型、笑顔の安売り型、ちょっとこれだけ、見ただけじゃちょっとよくわからないのでね、一つ一つ説明をしていきたいと思います。状況とかね、ちょっと様々だと思うんで、まあ何でもいいんですけれども、そうですね、よくじゃああるあるなのが、教室でボール投げてるとか、そういう子供いるじゃないですか。よくないですね、これ。そういった時にどういった、こういった対応をすると、子供とこの関係が離れるというか、舐められちゃいますよねっていうのを紹介していきたいと思います。まず1つ目のおどおど型なんですけれども、もうビシッと言うことができなくって、そのボールね、教室で投げるのどうかな、よく、まあよくない、よくないよ、みたいな感じ、ちょっとおど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 しちゃってるのが子供たちにも伝わるんですよね。で、先生はそのやめようよ、周りにも悲しい思いさせてるじゃん、物だって壊れてるじゃんっていう思いがあるんだけれども、これがストレートに子供に伝わってない。なんだこの先生、なんかこうあたふたして不安げで、なんかこうどっしり構えてる感じしないな、この先生のこと舐めてもいいよな、舐めてもいいんじゃねえみたいな、あいつの言うこと聞かなくてもいいんじゃねえっていうような失礼の態度を取らせるきっかけになっちゃうんで、これ改善していったらいいと思いますね。おどおど、今日全部終わった後ね、こういう言い方するといいですよっていう代案もきちんとお伝えしようと思ってます。このおどおど型っていうのはね、結構駆け出し先生とか、あるいは教育実習生とかね、やっちゃいがち、わかるんだけどね、僕もそうだったけど、これちょっと意識的にね、改善していきましょう。2つ目、言いくるめられ型ね、言葉でこうやり取りをこうすることあると思うんですけれどもね、なんでそういうことしてるのみたいな形でね、で ところが発達段階が上がってくると、小学校高学年とか中学生とか高校生とかね、もう結構口出しちゃになってきてね、こっちが言いくるめられちゃうってことあるんですよね。そんなボールね、教室で投げちゃいけないでしょ、いやそんなことないです、このボール先生触ってみてください、すごく柔らかいし、あと今教室に人もいなかったし、あと物が壊れないような、この狭い場所でやってたんで、先生大丈夫ですよ、安心してくださいとかって言われるとまあそうみたいな感じで納得して言いくるめられちゃうんです。そうすると、あの先生ね、結構ね、こう言ったらね、納得してくれるぜっていう形で、ちょっとずつねエスカレートしていくっていうことですね。気がついたらもう後戻りできない状態になっちゃってたってことがあるんで、これ気をつけてください。言いくるめられちゃダメですね。繰り返しますが、代案はね、また最後にちょっとお話ししますね。3つ目、単発型、これはですね、きちんと一応注意をするんですよ。ボールで教室で遊んでましたと、その子供たちに対してやめなさいね、ビシッと言うんだけれども、またすぐ丸つけに没頭しちゃったりとか、スーッと教室からいなくなっちゃったりとかね、要するに言葉と態度がちぐはぐになっちゃってる。あの先生やめなさいって言うけど、その後別に俺たちのこと見てないぜっていうことは、また投げても別にバレないよな、いいよなっていう形で、言葉と態度がちぐはぐ一致してない状況を子どもたちっていうのはよく観察してね、見てるんで、これ気をつけてほしいなっていうふうに思いますね。単発ポーンと言葉だけでね、単発で注意するだけで、実際の態度はそれが伴ってないってことがあるんでね、これ気をつけていきましょう。言葉と態度一致させていきましょうね。そして4つ目、マシンガン型ね、これ注意はする、きちんと毅然と注意するんだけれども、その注意の粒が一つずついっぱいブシャーって
感じで、耳に入ってこないっていう感じがありますね。要するに、なんでそんなことをしてるの、いけないでしょ、こらやめなさい、ボールこんなところで投げちゃダメでしょ、他の人にだって迷惑かかるし、もしこれ壊れちゃったらどうすんの、ダメでしょ、っていうかこの前も同じこと言ってま、こらそこ棚に登らない、やめなさい、みたいな感じでバーッとマシンガンみたいにこうね、指導を打ちっぱなす、さみだれみたいな感じでバーってやっちゃう。これ良くないですね。これももちろん言葉数が多くて、何が大事なのかっていうのが子供の中にこうズシンと落ちてこないし、耳が麻痺してきますね。耳が麻痺してくるので、その後担任の先生が同じように叱ったとしても、もうね、聞く耳持たないっていう感じ。実際僕が見た現場だけれども、そうやってこうバーッとマシンガンで叱られてる子供がヘラヘラして、先生の顔を見上げながらニヤニヤして見てるっていうね、非常に良くないね。これね、かなりネガティブな状況ですよね。こういう状況があっちゃったりするんで、このマシンガン型もね、気をつけていきましょうね。で、5つ目、笑顔の安売り型っていうことは、これあんまりないけど、たまにね、見るんですけれども、例えばじゃあボールでね、教室で投げていました、子供が喜んでやっています、そこに他人の先生が教室に入ってきて、あっと発見してしまいました、危機として喜びながら投げてる子供たちがいます、その時に担任の先生も一緒になってこれね、これダメだよね、絶対ダメだよね、これね、同調したんですね、子供たちにね。これもね、たまにあるんだ、ほとんどいないけれどもね、たまにあるんで、これもね、やめていきましょう。結局加速させちゃいますよね、その行動をね。じゃあ具体的に担任の先生の言い方ね、言う内容、言い方、どういうふうにしていったらいいのかなっていうところなんだけれども、もうこれはね、一番は静かに迫力を持ってビシッということなんだけれども、そこに至るまでのプロセスがやっぱり大事だと思うんですね。形だけ静かに迫力を持って、君たちやめなさいみたいな形で言ったって、これ届かないんで、やっぱりそこに至るまでのプロセスというので見ていきたいと思いますけれども、僕はね、大事にしていただきたいのは5つあります。1つ目が、まず自分の中で、なぜその教室の中で、まあ例だけどね、今のね、教室の中でボールを投げることがいけないのかっていうことの言語化をちゃんと自分自身でして、自分を納得させているっていうことですね。これ1つ目。2つ目、感情に支配されないということ。3つ目、子供に喋らせるということですね。4つ目、静かに迫力を持って端的に伝えてあげるということですね。で、最後5つ目、今後の振る舞いを言語化させる。子供に言語化させるということですね。この5つが非常に大事だと思います。まず1つ目の言語化しておく。じゃあ、ちょっとこのボールをね、教室で投げているっていう。これは、まあ、指導するときになぜいけないんでしょうか。一人一人、一つ一つきちんと言語化しているでしょうか。これはね、場面や人や理由やいろいろあると思うんだけれども、僕だったらこういうふうに言うかな。物や場所には必ず用途、使い方、使い道っていうのがあるんだよね。ちなみにこのボールの使い道って何だろうって子供に問いかけた時に、必ず投げる、あるいは蹴る、そういうふうに答えると思います。そうだよね、このボールの使い道っていうのはそうだよね。じゃあこのボールを持って校庭に出た時、この校庭の使い道って何なんだろうって言った時に、やっぱりボールを投げる場所なんだって、投げるにふさわしい場所なんだって。そうなんだ、物だけじゃなくて場所にも使い道があるんだ。ところが今日はこのボールが教室にあったよね。じゃあ教室のこのボールにおける使い道って一体何なんだろうって言ったら、ボールを投げる場所じゃなくて、ボールを箱の中に管理する場所なんだよな。これが教室の使い道なんだよな。ところが君たちは何をしていたのかなっていうと、教室でボールを投げちゃってた。投げることは OK なんだ。ボールは投げるものだから。ところが場所が違った。ちょっとずれてたんだよなっていうことを、まあ、子供に言う言わないにはものは別にして、自分でね、きちんと言語ができているかどうかっていうところが非常に大事だと思いますね。まあ、目的って言ってもいいかもしれない。物にも場所にも人にも目的、使い道、用途があるんですよねってね。そんなお話でございます。まず1つ目が言語化しておくことで、2つ目が感情に支配されない。教室でボールを投げている子供がいた時にですね、カッとなっちゃいけないっていうことですね。
なりがちなんだけど、これはちょっとできるだけ頑張って抑えて、アンガーマネジメントしてですね、患者に支配されない。こういう時にね、どういうふうにしたらいいかっていうと、もう大宇宙、宇宙の空の上の上の上からね、こう地球を眺めてみ見てください。教室の中でボールをね、投げてるっていうこと、あんまりね、この地球の何十億年という歴史から見たら、あんまり大したね、出来事じゃないですよ。そんなこと教育者が言っちゃいけないかもしれないけれども、あんまりね、教室で子供がボールをちょっと投げてたっていうのは、そんなに言ってもね、言ってもそんなに大きな出来事じゃないので、確かにイラッとする腹立つんだけど、まあまあ、そういうことも子供だからね。あるよねっていうぐらいのちょっとこう心フラットにした感じでいつでもね、いましょう。こう天空から見上げてるような感じでね、達観した感じをいつでもね、抱くといいと思いますよ。難しいけどね。で、3つ目、子供に喋らせる。子供に喋らせるってめちゃめちゃ大事で、担任の先生がわーっと説教すると防衛反応が働いて攻撃的になってきて反発してくるんで、そうじゃなくて、今何してたの、どういう経緯でそうなったの、どう思ってるのっていう形を子供に喋らせてあげるってことですね。そうすると喋るだけで子供たちすっきりしてくるし、こっちついつい言いたくなっちゃうんだけれども、うん、なるほどね、そういうことしてたんだ、なるほど、あ、そういう理由があったんだって形で、どん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 喋らせてあげるっていうのは非常に大事ですね。で、4つ目が、静かに迫力を持って端的に伝える。要するに、先ほどのボールの使い道、用途とか、あるいは僕はそれは違うというふうに思ってるっていうことを、まあ、何してんだっていうか激しく言ったり、こうボソ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 言ったりするんじゃなくて、それは間違っています。なぜかというと、こういう理由だからです。わかるよなっていう形で、静かに迫力を持って、ビシッと端的に伝えたら、子どもの耳と心にドーンと入ってきますんでね。これ意識していきましょう。最後、今後の振る舞いを確認する。ここ忘れがちなんですけれども、では、明日からどういうふうにね、行動していきましょうか。で、尋ねてあげる。そうすると、いや、教室ではもうボールは投げない。校庭で投げるようにします。っていう形で言語化していくと、喋って自分の耳に入れることによって、脳に刻まれて行動変容が起きていきますからね。きちんと今後の振る舞いも言語化させる。こっちが言いたくなっちゃうんだけど、もうやめろよ。やったらダメだぞっていうふうに言いたくなっちゃうんだけれども、そうすると耳しか使ってないよね。ちゃんと口で喋らせて、耳に突っ込んで、で脳に刻ませるっていうのは、このプロセスやっていきましょう。そうすると行動変容が起きてきますよってことでございます。今日は子供に舐められる教師の言い方5選、こんなテーマでねやってきました。まあ、これ宮沢がねどれもこれもやっちゃったことですわ。もうほんとおどおどしてたし、言いくるめられちゃったことあったし、単発でちぐはぐだったし、マシンがねバーって言ってたし、笑顔の安売りねへへへへみたいな感じでねやってたことあります。昔ね、もう誰しもがね心当たりあることだと思いますけれども、一旦ねこれカットしていくことによって、子供から舐められないあなたの愛情、思いやり、仕事への情熱がストレートにそのまま子供たちに伝わっていく状況に近づいていくと思いますからね。一人でもね悲しい思いをする先生、そしてまあ子供たちもですけれどもね、そんな人たちが少なくなっていったら僕は嬉しいなというふうに思っております。今日の動画が面白かったよ、役に立ったよっていうふうに思っていただけたら、ぜひいいねとかコメント、SNS でシェアしていただいたり、またお見逃しのないように宮沢優衣教育研究所チャンネル登録していただけたらとっても嬉しいです。よろしくお願いします。最後お知らせさせてください。サイン本販売してます。ボイシーでラジオやってます。先日はですね、車の運転に見るその先生の教師力っていうのを、ね、お話しさせていただきました。学級経営とかね、授業上手な人って車の運転上手なんですよね。これハンドルさばきとかそういうことじゃなくてね、まあ、状況判断能力ですよね。そんなわけのわかんない話をしています。また研究所メンバーシップっていうのも行っております。注意し合う学級作っていきましょうね。ただし攻撃し合う学級にはしてはいけませんよ。これはもう2学期入って夏休み明けてから指導するようなことではなくて、この1学期の段階でね、安心できる学級、切磋琢磨できる集団というのを作っていきましょう。あと1ヶ月、まだね、夏休み入るまでチャンスありますんで、ぜひぜひこれも合わせてご視聴ください。お待ちしております。それでは今日はこの辺でありがとうございました。また明日動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。